SDBH アルティメットバトルコロシアムスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルナビゲーター早くだよろしく。同じくスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルプリンセスのナナです。みんなよろしくね。はい、そしてスーパードラゴンボールヒーローズ宣伝担当のコベです。よろしくお願いします。このアルティメットバトルコロシアムではカリスマである私やハヤテと挑戦することができちゃいます。私たちに勝利して最強のヒーローを目指してください。このバトルで使えるカードはスーパードラゴンボールヒーローズ以降のカードとなります。スーパードラゴンボールヒーローズ以降であればプロモーションカードも使えますよ。はい、ということでアルティメットバトルコロシアム4回目ということでですね、うん、はい、はい、もうなんか前回ハヤテくんがね結構ちょっとチャージインパクトが上手くなっていって、ね、はい、パーフェクトとかちょくちょくね出していたんですけれども、うん、はい、そんなアルティメットバトルコロシアムね、うん、さらに今回はめちゃくちゃ強い挑戦者が出るんじゃないかと、うん、はい、組んでおりましてですね、はい、早速ね挑戦者の方を呼んでいきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ挑戦者の方どうぞ。こんにちは。はい、はい、じゃあちょっとお名前をお願いしていいですか。カズトです。カズト君、はい、カズト君お願いします。お願いします。じゃあカズト君、意気込みをどうぞ。カリスマといい勝負ができるように頑張りたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます、うん、頑張ってください。はい、ということでね、そんなカズト君と戦ってくれる、今日のカリスマは、はい、私、ナナが戦います。はい、ということで、ナナちゃんです、うん、はい、さあね、まあ、今、カリスマ連勝しておりますから、はい、そうだね、まあ、連勝記録を守れるのか否かというところですね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、それじゃあバトル開始だ。せーの、オー。はい、ということでね、うん、もう今回奈々ちゃんが戦うということでね、うん、前回は奈々ちゃんが勝ってましたけども、はいはい、今回どうなるのか、どうなんだろう。はい、じゃあそんな奈々ちゃんのですね使用デッキなんですけれども、いはい、ビッグミッション11弾のですね、うん、UR の、孫悟空、そしてビッグミッション11弾、UR のゴジータ BM、うん、そしてビッグミッション11弾、UR トランクス青年、これ、はい、リメイク UR そしてビッグマンミッション10弾の UR のゴジータ BM、うん、ビッグマンミッション6弾のアニバーサリーシークレットのゴジータ BR、うん、そしてビッグマンミッション5弾のレアの孫悟飯少年儀ですね、うん、そしてビッグマンミッション3弾の、ベジータの UR、 そして対する、はい、どうせしゃべるカズト君のデッキはですね、はい、はい、ビッグマンミッション10弾ベジータの UR、 ビッグマンミッション8弾のキャンペーンのベジータ、ビッグマンミッション7のシークレットのアタック仮面のサイヤ、そしてビッグマンミッション5弾の、UR の、孫悟空ですね、うん、はい、そしてビッグマンミッション3弾の UR の、ベジー、うん、ビッグマンミッション2弾の UR ターレス、そしてユニバースミッション3弾の孫悟空、こちら強敵悟空と呼ばれているカードとなっております。ナナちゃんのデッキにはですね、固定ダメージのエグいですね、あのスーパーサイジン2の、ビッグマンミッション11弾の、ね、UR の孫悟空がいますので、はいはい、これは結構ね、あの僕も好きなカードなんですけれども、うんうん、まあ、対してですね、まあ、カズト君の、デッキにはですね、あの赤っ亀のサイヤ人がおりますので、うん、これはかなり火力を出せるカードとなっておりますので、はい、まあまあどっちもね見応え抜群じゃないのかなというふうに、楽しみだな。はい、さ、しかもね、このユニバースミッション3弾のね、あの UR の悟空がですね、うん、なかなかね強いんですよね、うん、これチャンピオンシップでもよく見るんですけど、はいはい、もうこれがややこいので本当にあの奈々ちゃん頑張って耐えてるさあさあ、どんどん始まっていましたけれども、1ラウンド目、さあ奈々ちゃんどういうさばきをするのか、はい、はい、さあこれはこれはさあどう来るか、なんか悩んでるのか、おっと決まった、うん、さあということでね、はい、赤き亀の際にリンクを当てておりますね、はい、プラスパワー1万ということで家族もめちゃめちゃ強くなっておりますが、うん、さあこちら対するナナちゃんですね、さあ何が来るか、なんかねドキドキしますね。なんだろう、こちらからしたらもう行動中しか見えないんでね。そうね、はい、何してるか、何をしてるのか、まあ、おそらくでもこれあれですね、ブロックバースじゃないかな。なるほど、ビッグミッションご覧の悟空がですね、まあ、ブロックバス持っておりますね。じゃあ先行奈々ちゃん、はぁ、決まりました、頑張れたー、いけー、さあ赤く髪のサイヤ人に
おっと、はい、しっかりと惜しかったな。惜しかったですね。バチを取られてますけれども、さあ課題と自分で言っていた。 おっとここでブロックバーストですね。ブロックバースト、おー、やっぱりね、それは止めますよね、うん、固定ね、4000食らう可能性がありますからね。さすがだわ。はい、ここでちゃんとね、できるのはね、はい、やっぱりね、試験で、ね、普段からヒーローズをねやってる証拠ですね、これは、うん、いやー、これをね、もう4000を38ダメージに、しかもこれね、チャージ元で勝ったらね、プラス2000ダメージくらいから、いや、ベジータがチームにいるだけでね、プラス4000というのは非常に強いと思いますよ、これは。さあ、早いぞ、これは。うわっと、しっかりと、まあしゃあないな。まあね、まあ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 、さあ、敵チームのヒーローエナジーはマイナス1ということで、はい。さあ、赤き亀のサイヤ人。おお、結構、ちょっといいかなと思ったんですよ、奈々ちゃんのね、うん、いや、割とね、押せてたんですけど、ね、うわ、すごいっすね、これは。いや、すごいわ、いい勝負になりそうだ、はい、さあ、これはさあ、ゴッドメティオ発動ということで、はい、はい、これは、ビッグオンシュ10だって言ってみたかな、うん、さあ、どうなるか、こっからね、まだまだ読めませんが、はい、まあ、お互いね、大ダメージを与えられるカードが入っておりますので、うん、もう突然に終わってしまう可能性もあるんで、ね、確かに、はい、どっちもガンガンタイプなんだね。そうなんですよね、本当に早期決戦が予感されますけれども、さあ、ゴッドメテオ、はい、はい、サポートエリア敵の人数分、3000ダメージ、次のラウンドね、はい、はい、つまり、まあ、7体いたら2万1000と、うん、終わっちゃう、試合終わっちゃう、すごいよね、ゴッドメテオ、はい、っていう感じで結構強力なゴッドメテオなんですけれども、さあ、そこのターンでございます。はい、しっかりと勝ちを取っていく、はい、早いね、ナナちゃんのチャージ。さあ、ナナちゃん、課題と自分で言っておったが、どうなるんだ。強いな、さすがだ、やはり挑戦者強い。緊張が取れてないんじゃないですか、ナナちゃんは。かも、ね、していると言っていましたけどね。頑張れ。さあ、2ラウンド目です。これ結構ここ運命の2ラウンド目と過言ではないんじゃないでしょうか、うん、そうだね、はい、はい、ということでバトルの途中なんですけれども、コーペのキーカード紹介です。イエーイ、はい、ということで今回はですね、こちら、はい、もう皆さんも知っての通りめちゃくちゃ強い孫悟空の UR ですね、 BM11 弾のこちらですね、まあ、イラストも超かっこいいんですけれども、アビリティの譲れない決着がですね、もうこれが超強いと。バトル開始時、自分チームにベジータがいると、うん、自分の戦闘力と敵に当たるダメージが永続でプラス4000、はい、また自分の攻撃チャージインパクトに勝利すると、うん、この攻撃で与えるダメージがさらにプラス2000、うん、かっこ毎回ということで、もうベジータがチームにいるだけで、うん、戦闘力と敵に当たるダメージがプラス4000するという無条件で、すごい。そしてチャージインパクトに勝ったらさらにプラス2000ダメージが追加ということで、はい、もうこの1体だけで固定で6000ダメージをね、いや、与えられる。すごいわ、はい、11段のね、最高傑作 UR だと僕は思っておりますので、はい、ぜひともね、このカードを使ってみて、ベジータとね、組み合わせてデッキを作ってほしいなというふうに思います。はい、それではバトルの続きをご覧ください。さあ、ということで自分の気力を回復しておりまして、敵チームの合体モードを、おっと、合体していく。さあ、ベジータ BM になっております。はい、ベジータってるよ。さあ、おっと、はい、はい、さあ、発動だ、発動ということで、はい、ユニットスーパーですね、はい、3000戦闘力制限、はい、これが厄介っすよね、やっぱ戦闘力制限はね。さあ、結構出すね、おー、出す、出す、出す、出しますね。おー、さあ、どう動かすか。おー、なるほど、そう動かすか。おっと、ゴッドメテオの効果でね、3000ダメージ、3000ダメージ、これ人数分なんでいくらくらいかな。はい、さあ、そしてゴジータ BM の完全掌握、はい、
トランクスのもう一人スーパー星人が発動しております。そして戦闘力47,000、高い高いぞ、まだちゃん高いぞ。だがまだチャージインパクトというね試練が待っておりますから、こっからや、ここ大事よ、はい。さあしかもでも必殺技全員出せるのがでかいよ。はい、ここパーフェクトで止められました。そうそう、強い、しっかり止められてきましたね。はい、カス緊張してるって言ってたの。言ってましたね。全然奈々ちゃんの緊張まだ取れてないじゃない。全然取れないよ。わ、早い。わあ、でかいこの奈々ちゃん。これはやつだ。今これはでかいぞ。これはでかいぞ。本当にでかい。すごいすごい。これしかもスーパーサイジン2の悟空もいますから。いや持ってるな。さあこれ6000ダメージ固定プラス今から普通のダメージですからね。これいやすごいわ。これはあっと、これはきたな、これは強いぞ。そんなことある。ビッグワンカメハメハ放ちまして、もうすでにもうゼロとなっておりますが、さらに追い打ちのスターダストエクスプロージョン。いやアタッカルの星人が応援されておりますけども、さあどうなる、さあどうなる。うわすごいな。おっと17,019ダメージということで、さあ KO ということで、はい、勝者はカリスマの奈々ちゃんでーす。はい、おめでとう。はい、ということで勝者はカリスマ奈々ちゃんでーす。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、お二方にね、一言ずつ感想をいただきたいということで、まず感想をお願いします。2ラウンド目に制限打たれたのがちょっと予想外です。ここさえなければ勝ったかなと思います。痛いですよね、やっぱ3連戦なんでね。はい、カント君のチャージインパクトね、ガンガン止められてて、最初もう手震えてて、そうですね、もう全然ダメだったんですけど、ぶっちゃけ結構、奈々ちゃん、これ、やばいなと思ってた、やっぱり思ってたよね、修行しないといけないと思うので、これからも頑張りたいと思います。はい、ということで、今回戦ってくれたカント君には、こちら、イレブンスシーズントーナメントパック3つセットと、私たちのサイン入り色紙をプレゼントしちゃいます。それじゃあ今回はここまで。じゃあみんなで行くぞ。い、宇宙を救うスーパーヒーローは君だ。俺たちの熱いバトルは終わらない。みんなの挑戦待ってるね。チャンネル登録よろしく。